チョコチップクッキーの拡大写真チョコチップクッキーまたはチョコレートチップクッキーはチョコチップが特徴のクッキーである。1938年ルースグレーブズウェイクフィールドがネスレのチョコバーを刻んでクッキーのレシピに加えたことで生まれた。一般的には小麦粉、バター、黒砂糖、グラニュー糖、チョコチップ、卵、バニラを混ぜ合わせた生地を用いて作る。 他の種類のチョコレートや、ナッツや、オートミールなどの材料を加えることがある。また、ビーガンチョコチップ、ビーガンマーガリン、卵の代用品など、必要な材料を代用した、ビーガン向けのものもある。チョコチップクッキーは1938年に、ルース・グレーブズ・ウェイクフィールドとスーブライズというアメリカのシェフによって考案された。これはウェイクフィールドが、 マサチューセッツ州のウィットマンで家庭料理を特徴とするレストランのトールハウスインを経営していた時期である。ウェイクフィールドがネスレのチョコバーを刻んだものを溶かしてチョコレートクッキーを作ろうとしていたところチョコレートが溶けなかったことで偶然チョコチップクッキーが生まれたと言われている。本人によると薄いバタースコッチナッツクッキーをアイスクリームと共に出していたが 何か違うものを提供したいと考えて、クッキーの中に、ネスレのチョコバーを刻んで加えたという。ウェイクフィールドはネスレにこのクッキーのレシピを提供した、ことで、同社から、一生分のチョコレートを支給された。1938年に出版された、ウェイクフィールドの料理本、トールハウストライドトゥルーレシピスには、トールハウスチョコレートクランチクッキーというレシピが、初めて掲載され、 その後間もなくアメリカの家庭でよく食べられるクッキーとなった。第二次世界大戦中に海外に駐留していたマサチューセッツ州の兵士は祖国から送られてきたケアパッケージに入っていたチョコチップクッキーをアメリカの他の地域の兵士と分け合った。ほどなく何百人もの兵士がこのクッキーを送ってほしいと家族に手紙を書きウェイクフィールドのもとには 世界中からレシピを求める手紙が殺到するようになった。このようにして、チョコチップクッキーの全国的な流行が起こった。このクッキーの需要が高まったことで、東海岸以外にも人気が広まっていった。1956年にはイギリスにチョコチップクッキーのレシピが持ち込まれ、メリーランドクッキーはイギリスで最も売れている。 チョコチップクッキーの一つとなった。多くの民間のパン屋では、パッケージされたものやすぐに焼けるものなど様々な形式でクッキーを提供している。ダブルツリーなどの複数の企業では、競合他社との差別化をするために、焼きたてのクッキーを顧客に提供している。1997年7月9日、マサチューセッツ州では、チョコチップクッキーの誕生を称えて、 サマーセットの3年生のクラスで提案されたチョコチップクッキーをオフィシャルステートクッキーに指定した。チョコチップクッキーは主にグラニュー糖、黒砂糖、小麦粉、塩、卵、重曹などの膨張材、バターやショートニングなどの油脂、バニラエッセンス、チョコチップなどを用いて作られる。ミルクやクルミなどのナッツを生地の中に入れる場合もある。 材料の割合や混ぜ方、調理時間を変えることで、柔らかくて噛み応えのあるものや、サクサクしていて歯触りの良いものなど、様々なクッキーができる。チョコチップクッキーの食感は、その脂肪の素性と使用する脂肪の種類によって大きく変わる。カンザス州立大学で行われた研究によると、 炭水化物を中心にした脂肪の代用品はより多くの水分と結合する傾向があるため焼いている間にクッキーを広がらせる水分が少なくなって結果としてあまり広がらなくなりケーキのような柔らかいクッキーになるというこの他にもチョコチップの大きさや型の違いによって味や食感の違いが生まれるありがとうございます